これで南関東征服完了。この調子で他の県も潰していくぜ。そうなりませんで。お、その声は大阪？せや、正真正銘、誰が何と言おう、うちは大阪や。でもなぜよりによって、大阪が私の野望を止めようと？決まっとるやろ、首都略奪や。ちゅう、首都略奪？ああ、あんたはきっともしやんかもしれへんけどな、実はうち、こっそり首都狙っとんのや。一度も首都になったことがない大阪が。やかましい。えらい昔のことなんやけどな、うちには何は飲みやいうのがあってな。知らん。まあええわ、今日こそあんたをしばいて決着つけたるで。すすす、何があっても絶対に首都の座は譲らな。どんどん無用。いやー、それはないでしよー。やった、これで日本の首都はうちのもんやで。まさか150年以上首都の座を守り抜いてきた私が落とされる日が来るとは。そしてとうとう、これからはうちの植民地や、うちのこと知った時くんやぞ。う